みんなのスポーツ千葉。今回ご紹介するのは、大人がスポーツを楽しむ日という活動、通称オトスポで行われているバルシューレです。活動の拠点は中央区の JFE 体育館。毎月第4水曜日の午後6時から8時まで活動しています。オトスポではスラックラインやウォーキングサッカーといったニュースポーツを盛んに行っています。その中でも今、教育の現場やスポーツ界から注目を集めているバルシューレを早くから取り入れています。バルシューレとは英語で言うとボールスクールです。つまりボール教室ですね。1990年代後半にドイツのサッカー選手が南米の選手と違ってなぜ創造的なプレーができないのかっていうところを感じた専門家たちが、どのようにしたら創造的なプレーができるのかっていうところから始まったプログラムです。あらゆるボールゲームに共通したスキル、投げる、蹴る、転がすという共通している部分を抽出して、そのスキルをアップするっていうためのプログラムです。基本的に遊びというところになるので、自分たちが楽しむためにどういうふうにゲームに関わっていくかというところです。言葉を学ぶときに、日本語ならあいうえおがあって、英語なら ABC があります。いきなり言葉を文法からやらないので、それを考えていただけるとお分かりになると思いますけど、ボールゲームにも ABC があります。その A という部分は戦術で、ゲームを50種類やります。B、C は身のこなし、それからボールに対するスキルというところがありますので、 A という50種類のゲームをやりながら B、C の身のこなし、ボールに対する感覚、そんなもののトレーニングを織り交ぜながら行っております。さまざまな大きさのボールを使って行うのは、バルシューレの種目の一つ、 UFO を追い出せ。2チーム対抗で UFO に見立てた大きなボールを相手コートまで追い出すゲームです。バルシューレにはこのようなゲームがおよそ50種類あり、それぞれ手だけ使って行う、足だけ使って行うなどのバリエーションを加えて楽しむことができます。バルシューレの魅力はですね、やはり最初に言いました通り遊びということになりますので、自分たちが夢中になってひたすらプレーするっていうところで、子ども向けに開発されたプログラムですけれども、大人からシニアの方まで、全ての方が集中できるスポーツだと思います。子どもの場合は将来的にその子が適した種目に向かっていけるといういい面もありますし、あるいは大人の場合には体力維持、体力向上という部分でとてもいいスポーツなので、月1回水曜日の夜にオトスポで開催しておりますので、ぜひ50種類のゲームを体験しに来ていただければなと思います。こちらは靴をホッケーのスティックとして使うシューズホッケー。プレイヤーはチームで工夫を凝らして相手ゴールを目指します。投げる、蹴る、当てるなどスポーツの基礎がたくさん入っていて、しかもゲーム要素が多くて非常に楽しかったです。そこはもう今後の子どもたちのスポーツにも非常にいいと思います。今日も楽しかったので次もやりたいです。とっても楽しくできて、私は運動が苦手なんですけど、それでもとても楽しく走れて動けて楽しかったです。とても楽しかったです。またやりたいです。また始まってる日に行きたいです。いろんな世代が一緒になって遊ぶのが一番いいですね。日本中でこんな遊びをみんながして、健康になって仲良しになってほしいです。とっても楽しいから集まってみんなで仲良しになって健康になってほしいですね。いろんなスポーツの基礎となるバルシューレをオトスポで楽しみましょう。